どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、ワンちゃんの社会化って何ということで、話をしていきたいと思います。社会化ってどんなイメージがありますか？ワンちゃんとか人に流すですかね。あ、そうですよね。なんか吠えなかったら社会化できてるとか、人が大好きな子に対しては社会化できてるみたいなイメージありますよね。さて、それは本当にそうなのかなっていうところから話をしていきたいと思います。で、そもそもね、社会化、社会性っていうのは何ってなってくると、ワンちゃんがよく犬同士の生活の中で覚えていくみたいなイメージがあると思うんですけども、まさしくそのワンちゃん同士の仲もあるけども、我々人間と暮らしてるから人の社会に慣れてくれないと困るよねっていう話はあると思うんですよね。さて、すごい大事なことっていうのは、例えばいろんなところに連れてった、いろんな人と会った、いろんなことがあった、でいろんなことを経験したんだけども、ワンちゃんたちの場合はじゃあどこでその社会化ができてるかできてないかっていうのを測るかっていうと、大体はね、社会化できてないっていう子の場合は吠えちゃうとか人が苦手とか。でも私たち人間もそうだけど、普通に学校行きました、普通にお友達とも話してます、でもなんとなく一つのコミュニケーション苦手なんだよねみたいな人っていたりするじゃないっていうのは普通にあるじゃないですかね。ワンちゃんたちも一緒で、別にその社会化っていう言葉にとらわれないで、単純にその子の性格上何が得意とか何が苦手っていうのはあるよねっていうことで、あのトレーナーさんとかに社会化ができてないからオタクの子こうなっちゃいましたって言われても全然気にする必要性はない。まあそこで言ったらあかりちゃんも社会化できてないじゃないって話になっちゃうんですよね。でもこの子って社会化ができてないんじゃなくって、この子の感じる世界っていうのがやっぱり普通の人に対してちょっと警戒しちゃったりとか、少し怖いなって思うのが、ある。ただジェットと比べるとあの子が無防備なだけであって、あのあかりちゃんの方が何だったら普通のワンちゃんなんじゃないって私は思いますよね。こういう警戒心がないと、本来ヘラヘラんとしてたらどっかで何かに襲われて死んじゃうわけじゃないですかね。安心して生きる人の元ではこうやって安心してたりとか、触っていくうちに例えばいいよってなればこうやってお腹出してくれるみたいなのも、あかりちゃんもなかなかお腹出すことないんですよね。でもこれって信頼の証だよねって思いながらも、でも私たちだって無理してこう出そうとすればやめてっていうのがあかりちゃんのね、あのとこなんですよね。なのでそれってなんかその子その子によってやっぱそういうポイントってあるんじゃないかなと思うので、大事なことっていうのは、ちっちゃい時から嫌なことをどんどんしてあげて、嫌じゃなくするようにならしていくっていうことじゃなくて、ね、そんなことやってったらどんどん嫌になっちゃうパターンが多いから、ね、そうじゃなくって、ちっちゃい時からその子が好きだなとか好ましいと思えるコミュニケーションから、そこからいろんなことをね一緒にやっていって、あ、なんとなく大丈夫なんだなみたいなのを言葉じゃなくって、お互いに経験で感じていくっていうことがすごい大事になってくるんじゃないかなって私は思ってるので、ぜひですね、ワンちゃんとお互いの生活の中ですごい大事な部分って何かなってなってくると、やっぱり一番ってあの大丈夫の積み重ねが私は信頼だと思うんですよね。なんかあダメだな嫌だなと思ったことを繰り返してやっていくと、人もワンちゃんもやっぱ嫌になってっちゃう方が強いんじゃないかなと思っていて、でそこはちゃんとね気をつけてやっていかなきゃいけないポイントになるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね皆さんも気をつけていただきたいのが、まずうちの子って社会化できてるかできてないかじゃなくって、まずうちの子ってどんな子っていうところを考えていただく、ね、でうちの子ってこんな性格だよね、あんな性格だよね、でも一緒にいろんなことを経験してやってきたよねってなると、その子は十分社会化できていて、私たちも十分手を尽くしてあげて、その中でこの子の性格はこれっていうのがあるんだと思います。で私たちは今度それに合わせて本人ができるところまでやらせてあげて、本当に苦手なんだよっていうところは、そうだよね、私もだって未だに苦手なことあるからってなったら、そこに対しては我々が配慮してあげるようにしていってやっていくと、お互いの暮らしってすごい楽なんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そういう部分も見つけてあげるようにしてみてください。はい、というわけでね、欠けた部分を見つけて補おうっていう作業って結構苦しいね、なので、皆さんもですね、できるところから大丈夫大丈夫それでいいんだよの積み重ねの方がね、伸びていきやすい、やりやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、ワンちゃんの性格見てあげながら、ただ単にね、社会化ができてるできてない、足りてる足りてない、そんなことはどっちでもいいんですね、その子の性格を見てあげながら、今私たちがやれることを一緒にやっていきながら、その子が暮らしやすいように全力でサポートしてみてはいかがでしょうか。